ロケットの会社の資金調達結構えぐいっすよね。利回りくんでしたっけ？思いましたし、いろいろなんかこう、いろんな方法で調達されてるじゃないですか。あれすごいなって思って見せられてます。いや、もうね、ありとあらゆる手を使ってファイナンスしてますよ。だから、不動産も、不動産をふばらかしてえなと思って、リース会社とか、まあ、銀行とか、信金とか回ったんですけど、誰も金貸してくんないんで。でもなんかソーシャルレンディングのことは前から知ってて、で、不動産型のクラウドファンディングで最近認可されて、1万円から小口でこんな集められるんだと思って、まあ多少金利高いですけど、あれ一応借り換えのオプションついてて、一応買い取れるような契約になってあ、そうなんですか。ます。だから、もっと低利で銀行から調達できるようになったら、ああ、なるほど。そっちに借り換える。いう契5%ぐ約、らいでしたっけ？ 5% でしたっけ？5.8%、5.6% とか、なんかそれぐらいですけど、まあまあでかいんで。ですね。なので、途中でうちが買い戻せるオプションがついてるんですあ、けど、そうなんですね。まあその辺いろいろ交渉して、そういうふうにしたんですけど、まあ、でも、あれで2億9千万円す調ご達いでできるわけすじゃよないですね。か。本当にそううです。ちのその事業規模からしたら、まあ、もう本当に今、あれですけどね、もうすぐバーンレートが月1億超えますからね。結構エグいでしょ。えぐいっすね。結構エグいですよ、やっぱり。IT では考えられないぐそらいのうで資す金調ね。達なん本当っで。すね。なんで他にも、だから、ふるさと納税も、だから、その知り合いの IT 経営者で被った時とか、ちょっとうちにもなおか。でも、宇宙の街に投資を、納税しますっていうと、うちに全部入るようになってるんで、そういう仕組みが一応、それも街にそれをすごい働きかけて、多分その大樹町のふるさと納税のほとんどはうちですからね。で、企業版ふるさと納税もできるようになったから、控除率が、9割のオプションが、まあ、大体納税額の課税所得の1%ぐらいですけど、9割できるのは。でもそれもできるようになったんで、それも活用してるし、ふるさと納税で何億か集めてますよね。まあ、ファイナンスのやり方、いろいろ僕が今まで駆使してきたことをほとんどやってますね。すごいです。でも、その地方でそういう企業をする場合に、すごく